和歌山県ふるさと広報大使の中島由紀です。なんとここに大量の梅酒がございます。6月6日は梅の日ということで、皆さん知っていましたか？梅の日にちなんで今日は梅酒の飲み比べをしていきたいなと思います。どーんと、圧巻ですね。こうやって見るとね、すごい数、本当にありがとうございます。でここから飲み比べをしていきたいなと思うんですが、和歌山にはですね梅酒がたくさんございまして、まあこれで全部というわけではございません。あの和歌山県ではですね梅酒マッピング図っていうものが作られておりまして、こんな感じでね配布されているんですよ。今日はこれを見ながらいろんなものを比べていこうかなと思います。あの皆さんはねこれを見る際はですね、まあ、味の好みで選ぶのもよし、飲んだことないよっていう子を飲んでみるのもよしということで、どうしようかな、もう大量すぎて本当全部飲みたいんですけど、まあ、5つぐらい選べれるかなっていう感じなので、幅広くいきたいですよね、やっぱりね。甘口の梅干し屋のお裾分け梅酒にしようかな。あとは辛口の芳醇側からえにし、かっこいい名前。あとどうしようかな、淡麗側にある南高梅酒、いいね、これにしよう。で辛口で淡麗の紀州ロマンかな、これにしましょう。であとはもうがっつり辛口ですよ、泡盛梅酒。よし決まりました。では飲み比べをする準備をしたいなと思いますので、後ほど。さあということで準備ができました。先ほど選んだ梅酒を、並べてみまして、こっちが梅干し屋のお裾分け梅酒、これがめちゃめちゃ甘口です。でここが南高梅酒で、えにしで、紀州ロマン、これが泡盛梅酒という流れで、 こっちからだん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 辛口に寄っていくっていう流れで持ってきました。さあここから飲み比べをしていくんですけれども、飲み比べをする前に軽くね和歌山県産の梅についてお話をします。和歌山県産の梅は生産日本一なんですよ。知ってましたか皆さん。梅干しだとね、秋南高梅っていうね名前の梅干しを聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、多分きっとね食べている梅干しもね、皆さんが食べている梅干しも和歌山県産の梅だったりするかもしれないので、ぜひねお家に梅干しがある方は冷蔵庫見てみてください。で梅はですね、梅ポリフェノールというのが含まれていて抗酸化作用があると言われているらしく、美容にもいいみたいですよ。でこれからのね梅雨の時期、そして梅雨から夏にかけて食欲がねなくなっちゃったりとかするとは思うんですけど、この食欲増進の効果があったりするので、梅にはたくさんのね効能も入っておりますので、梅をぜひぜひこの時期にね食べていただきたいなと思いますので、和歌山県産の梅干しチェックしてみてください。ということで早速梅酒の飲み比べをしていきたいなと思います。じゃあまず甘口からいこう。この梅干し屋のお裾分け梅酒を飲んでみようと思います。あ、甘い、飲みやすいです。ザ梅酒っていう感じです。すごいね、これ度数は一応 13% になってます。すごい飲みやすい。でこのサクサクいっていいもんなんですかね次がこの南高梅酒、これは淡麗側になってますが、辛口と甘口の中で、まあ、真ん中ら辺にあるという感じですね。飲みます。あ、すっきりしてる。甘いけど結構飲みやすい。こうなんだろう、梅酒が苦手な人でも飲めるんじゃないかなって感じはします。こちら度数は 13% ってなってます。でこれがえにし、えにしは辛口寄りの芳醇寄りになってますあの梅酒マッピング図を一緒に見てくださいいただきます。あー、ほんとだ、辛口寄りなので
梅酒の辛口ってこういう感じなんですね。ちょっと酸味が強いというか、色合いがね、他の子たちよりもちょっと赤めですよね。これもでも全然飲みやすい。度数は 10% になってます。辛口なんですごいさっぱりしてます。で、次が紀州ロマン。これはガツンと淡麗側に寄ってます。で、辛口側いただきます。うわー、めちゃめちゃすっきりしてる。どれも飲みやすいんだよな。決めれないねどれがいいか決めれないけど、紀州ロマンは度数 10%。 すごい、なんか後味、まあもちろん辛口寄りだし淡麗だからすっきりしてるのはそうなんですけど、こうなんかふわっとこうね、鼻にあの梅の匂いがバーって抜ける感じとかもすごい私は結構好きかもしれません。これ最後ですね、もうがっつり辛口に寄ってます。泡盛梅酒です。いただきます。うわー、ほんとだ、今までの梅酒とまた違う、もっとふわって抜ける感じがありますね。あの紀州ロマンもすごい抜けるなって思ったんですけど、青森梅酒の方がもっと抜けてる感は強いかも。度数 13% です。え、迷っちゃうな、どれがいいかな。いや、決める必要ないんですよこの5つの中でって言われると、辛口は正直今回初めて飲んだんですよ。結構今まで甘口を飲んでたんだなっていうのをすごい今改めて気づきましたね。うわぁ、青森梅酒も美味しかったしな、紀州ロマンも美味しかったしな、どうしようか、決めきれませんねこんだけ種類あるとさ、その時のさ、なんか気分によっていっぱい変えたいじゃない。でいろんな種類持っておくと毎日楽しいなってすごい思っちゃいました今で、ここにね、まあ先ほども言いましたけれども、この梅酒マッピング図っていうものがね、こうやってちょっとピントが合うかな、ちょっと難しいですけれども、いろんな銘柄のねお酒がございまして、私みたいに甘口がいいっていう人はがっつりこっち側を飲むのが良いし、辛口がいいっていう人はね、ここら辺です。すごい見やすい図になっているので、どれにしようか迷ってる方とか、自分の味の好みの味の梅酒を探したいときは、ぜひこの梅酒マッピング図、選びやすくてすごく便利なのでチェックしてみてください。で、こちらですね、あの概要欄の URL からこちら見ることできますので、あのぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、ということで飲み比べをしましたけど、いや、どれも美味しかったね。やっぱ決めきれないのよ本当に決めきれないね。いやー、でもこれぐらいみんなに悩んでほしい、和歌山県産の梅を使った梅酒がたらふくいっぱいあるんだっていうのをね、多分今日のあのこの動画で知っていただけたと思うので、こちらのね、今日飲んだ梅酒だったり、このね、あのマッピング図に載っているこの一部のお酒はですね、美味しく食べて和歌山モールで買うこともできますので、ぜひぜひそちらの方気になった方はモール内でぜひね、あの検索していただければ出てくると思いますので、ゲットしてみてください。ということで、ちょっと決めきれないので、あのこの動画終わってから自分であのもう一回飲んで試してみますどれにしようか決めようと思います。ということで、皆さん、あの最後までご視聴いただきありがとうございました。乾杯うまー。